とは若干範囲が異なる。マリーバードランドは南極にある地域の名称。南極大陸の西部、東南太平洋の方向にあたる。ロス海、ロスタナゴーリの東、エルスワースランドの西の領域である。この地域は1929年、アメリカ合衆国の海軍軍人、リチャードバードが率いた探検隊によって探検が行われた。地名は、 バードの妻、マリーの名にちなむ。地理的な定義では、整形1 0 3度0 1分から1 5 8度0 1分にかけて広がる。南極には様々な領有権の主張があるが、マリーバードランドを含む、整形9 0度から整形1 5 0度の地域は、いずれの主権国家によっても領有を主張されていない。この無主地をマリーバードランドの名で呼ぶこともある。 地理的なマリーバードランドは、エドワード7世半島先端のケープカルベックから、エーツコーストとの境界を成すケープ、ウェイトまで、成形103度01分から158度01分にかけての地域が該当する。西に、ロス海、ロスタナゴーリ、東にエルスワースランドと接する。コーストアメリカ地質調査所の地名情報システムによれば、マリーバードランドの海岸は、 地理的に以下のように区分されている。マリーバードランドマリーバーランド東部が面する南極海の海域はアムンゼン海と呼ばれる。この地域には以下の地形がある。地理的な定義によるマリーバードランドのうち、整形150度以性はニュージーランドがロス海賊領として領有を主張している。ただし、南極条約によって南極地域における領土主権。 請求権は凍結されている。マリーバードランドの大部分とエーツコーストを含む、成形90度から成形150度の地域は、タロッサなどの非公式の国を除きずれの主権国家によっても領有を主張されていない。この無主地をマリーバードランドと称することもある。1939年に、フランクリン・ルーズベルト大統領がこの地域が、 アメリカ合衆国領であるという主張を準備したことがあるが、アメリカ合衆国による正式な領有権の主張は実行に移されなかった。21世紀初頭、いずれの主権国家によっても領有を主張されていない土地は稀であり、他にエジプトスーダン国境のビルタウィールがある。約8000年前。 現在氷床に覆われている場所で火山噴火が発生。約1000平方キロメートルの面積に火山灰が降下する。1929年、アメリカ合衆国の探検家、海軍軍人、リチャード・バード・少将が率いた探検隊によって探検が行われた。マリー・バードランドという地名は1929年、リチャード・バード・少将がその妻マリーにちなんで名付けたのが、 始まりである。当初は、現在マリーバードランドと呼ばれる地域の北西部を指す名称であった。1946年から1947年にかけて、リチャード・バードが指揮を取る南極観測プロジェクトが行われたが、マリーバードランドでも探索が行われている。1958年59年には、アメリカによるマリーバードランド航空偵察が行われている。 ほとんど植生が見られないが、近年では苔が発見されている。また近年では、マリーバードランドの関ニオの対抗理が取り上げられるなどしている。なお、南極条約により苔などを踏みつけることは禁止されている。ありがとうございます。